よ。うわー、もっか。ちょっと待ってね、少し考えるから。いいっすよ。にしてもやっとこの氷に慣れてきたっすね。あ、嫌がった。お前ら、何こんなところで遊んでんだ。早く襲撃者を潰しに行くぞ。ねえ、キラ、いつから冥界は RPG になったの？冥界自体が RPG では定番な気がするっすけどね。そっか、じゃあ目の前にスライムがいてもおかしくないってことか。いや、それはおかしいでしょ。というか目の前にスライムがいるんすか？ちょっと見てみたいっす。あれだよ、鮮血だよ。え、鮮血ちゃんがこんな可愛いわけないじゃん。うるせ、いろいろ事情があんだよ。とりあえず、早く行くぞ。鮮血ちゃん、もから始まる言葉。も、モッツァレラチーズ。モッツァレラって何？ち、おしゃれな文句言いやがって。おい、なんだよ、お前らが降ってきたんだろうが。ズボン、はい、これでもう一度仕切り直しっすね。しりとり。リンゴ。ゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプルって何？ち、おしゃれな文句言いやがって。もういいわ。みなさんこんにちは。今回はとある企画をやりたいと思います。その企画名は、オオカミ喧嘩ドッキリを仕掛けちゃおう。今から僕とセッカがオオカの前で喧嘩をして、オオカの反応を堪能したらネタバラシという流れでいきたいと思います。やだー、すっごく楽しみ。それじゃあ早速行こう。ちょっと、パト、私のココア抹茶ラテ飲んだでしょ。飲まないよ。なんだよ、ココア抹茶ラテって。でも冷蔵庫にないんだもん。パトが飲んだに違いないわ。なんだよ、いつもいつも僕のせいにするなよ。いつもパトが悪いんじゃない？それなら名前でも書いておいてたらいいじゃないか。何よ、そうやって私のせいにする気？全部お前のミスだろ、人のせいにするな。ひどい、ブンク。ダメだ、今の顔は可愛かった。じゃない？もうパトなんて知らない、バーカバーカ。おかしいわね、オオカがさっきから反応しないんだけど。パト、外に出て一旦仕切り直しよ。ラジャー、もういい、好きにしろよ。ふん、こっちだって好きにするわよ、もう知らない。ねえ、なんでオオカあんなに無反応なの？パソコンから1ミリも目線が動いてなかったわ。ああ、やっぱりオオカに PC はミスマッチだったかな。あの子ゲーム好きだからね。とりあえず、オオカに話しかけてネタバラシしよう。尺がもうないし。そうね、今回はオオカに勝ちを譲るわ。オオカ、ドッキリでしたー。ねえ、なんでずっとパソコンから目を離さないのよ。せっかちゃん、私もさすがに長い付き合いなんだから、本気の喧嘩かどうかくらいわかるよ。それにパトがせっかちゃんに言い返すなんてありえないしね。確かに。それにせっかちゃん、なんだかんだ言って喜んでたでしょ。え、声のトーンが少し生き生きしてたもん。さぞかし楽しいんだろうなって。わあ、わかった。乾杯です。オオカの勝ちです。許してください。また頑張ってね。お父さん出張からなかなか帰ってこないね。結果、少し様子見てきてくれない？お母さん、お父さんだよ。浮気するわけないでしょ。そもそも娘の力を浮気調査なんかに使わせないでよ。まったく、地球防衛軍も常識がないわね。奥さんがいる人に独身の女と二人で出張に行かせる普通。しかも1ヶ月も。お母さんが看主代理で頑張ってる日が最近多くなってるよね。そうよ、それで月下、なんであなたは塾に行ってないのかしら。やだな、お母さん、今日塾はお休みだよ。そっか、回せないでしょ。ちゃんとお母さんはスケジュール管理しているの。あなた今日もサボったわね。あらあら、そうなの、知らなかったわ、おほほほほ。月下、退散退散。うちの子ってなんでサボり癖ある子ばっかりなのかしら。なんだ、やけに揺れてるな。無双先生。こんなもの。なんだ、煉獄の声がするぞ。私の熱分解で。ダメ、気が動転しすぎて能力がうまく働かない。私の煉獄ブレン、でも消せないなんて。だからか、やけに熱いと思ったよ。あ、ここまで。か、ちょっと待て。なんでお前らここで戦ってんだよ。うわぁ、待てよ。キュー、マジふざけるなよ。ゆゆこ、どこだ？白玉楼にいませんね。なんでうどんがあるんだろ。外の方にいるかもしれません。待って、まだうどんから湯気が出てるんだけど。ゆゆこ様だったら絶対にここにいると思ったんですが。いや、間違いなくいたよね。うどん食べてる途中だったよね。僕たちが来ちゃったもんだからうどんを残して移動したよね。うぷ主さん、ここに怪しいものはありません。他を探しましょう。待ってよ、うどんがあるよ。さっきまでここにいたでしょ。え、そうなんですか。
当たり前のことだったのでつい。どうなってんのさ、迫力ロー。新世界計画。ゾゾ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 ゾ。新世界計画、新世界計画。英語で言ったらニューワールドプロジェクト。ゆゆこ様、うどんを持ってきました。業務が私の家事をしなくなってからずっとうどんばっかね。すいません、私の生まれはさぬきだったので。まあ、確かにすごく美味しいからいいけど、やっぱりバリエーションを考えると業務に劣るわね。なぜ第一王の俺がゆゆこ様の俺はなんかを。これも全部ゆゆこ様を甘やかしてきた業務が悪い。ちょっとは静かに食べんか。ああ、本当いつ出られるんすかねえ。そういやなんでお前は凍ってるままなんだ。今頃それに気づくのね、先決。まあ、この氷は私では溶かせないからどうしようもないのよ。ん、溶かさなくてもぶっ壊せばいいだろ、こうやって。え、どうやったの？氷なんだから刺激と魔力をぶつけたら砕けるだろ普通。なんで今までやらなかったんだ。それより先決さん、あんた。なんて面白いことになってんすか。キャハハハ、マジでスライムだし、ドロドロだし、あの冥界一危険な男と呼ばれたあの先決が冥界のマスコットに、プラー。絶命、もう一度氷漬けにしてやる。ここでおとなしくしてろよ、今すぐボコボコに。うどん、可愛らしい足音すすねわらわら先決様わらわら。わらわらまで呼んでんじゃねえよ。決めた、お前はここで倒す。せっかく戻ったんすからもうやられないっすもんねー。こら、おとなしく俺にやられやがれ。そうよねー、溶かすのが無理なら壊せばよかったのよねー。私ドジだなぁ。ドジで済ましてんじゃねえよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。